アミーナ、ごめん、約束守らなかった。ネル様、すみません、その箱の中の。これかい？僕もアーリグリフにいる君とまた会えるようにって、そのためにも戦争を終わらせよと。いいの、喋らないで。戦争は終わらせられなかったけど、君に会えたから願掛けは成就したんだね。ディオン、私の願掛けもだよ。会えてよかった。うん、アミーナ。そんな、嘘だろ、ディオン先生。そんな、せっかく会えたのに、これからだって言うのに。あんな、ごめん、ごめんよ。僕がしっかりしていなかったから、僕が。アミーナ、アミーナ。嘘だろ。僕のせいだ。僕が来なければ。違う、そうじゃない。違う、ファンデーンは僕を捕まえに来たんだろう。だったらそうじゃないか。僕は一体何なんだよ。なんでバンデンは僕になってこだわるんだよ。お前、何か知ってるんだろう。一体何の話かわからないけどさ、あいつらバンデンっていうのかい？そのバンデンが何者か知ってるんなら教えてほしいもんだね。そうだな、もうお前たちも無関係じゃねえんだもんな。奴らバンデーンは。大変です、先ほどのような兵器がまた空に現れました。なんだって？クソ、あれはアペリスの屋根でしょ。陛下、まだこのような場所に。早く安全な場所に避難なさってください。もはやどこに隠れても無駄でしょう。どこに安全な場所があるというのです。それよりそなたはあれが何であるのかご存知なのではないですか。やはりあれはグリフテンの兵器なのですか。そうは違います。じゃあ何だって言うんだ。バンデーンって一体何なのさ。バンデーンの狙いはこの僕、僕が捕まれば全てはお話します。バンデーンは。おい、ちょっと来い。
どうする？僕が捕まればいいんだ。それでバンチ解決じゃないか。フェイトさん、何言ってやがるこの野郎。もう一度言ってみろ。ぶっ飛ばすからな。クリフ落ち着いて。あなたが怒ってどうするんですか。あなたもそんなことは言わないでください。じゃあ他にどうすればいいんだよ。この国の戦力でバンデン化にかなうわけないじゃないか。だったらそう、さっきはどうやってバンデン化を追い払ったんだ。それをもう一回やれば。あんた、同じなんですね。やっぱり覚えてねえんだな。そんなこったろと思ったぜ。どういうことだよ。ちょっと待って、もう一つ現れたよ。あれはクリフ。やっと来たか。遅えぞ、おい。ごめん。ったく遅すぎるぜ。しかしこんなとこに転送できていいのか。状況は遠距離スキャナーで見ていたから大体は把握しているわ。もうこの惑星は私たちの戦いに巻き込まれてしまってる。今更隠しても仕方がないんじゃないの。ま、そうなんだがな。こっちには未開惑星保護条約をやたらと気にする気まじめ野郎がいるからな。それって誰のことだよ。その子は。ああ、悪い、紹介してなかったな。こいつがクォークのリーダー、マリアだ。え？よろしく、マリアトレーサーよ。マリアと呼んでくれて構わないわ。はじめまして。僕は知ってるわ。フェイト・ラインゴット、紋章遺伝子学の世界的権威、ロキシ・ラインゴット博士の一人息子。地球生まれの19歳、バークタイン科学アカデミー紋章学科在籍。得意スポーツはバスケ。ポジションはポイントガード。好きな食べ物は。ちょっと待って、君はなんでそこまで僕のことを。いろいろと調べさせてもらったから。説明してくれるんだろう。一体何がどうなってるっていうのさ。彼女は一体何者でどうやってここに現れたんだ。結局あんたたちはグリーテンの人間じゃないんだ。さあ答えな。黙秘は許さない。下がりなさい。しかし陛下。下がりなさいと言ってるのです。はい。そなたが何者なのかは分かりませんが、彼らのお仲間だということは分かります。できれば私たちにも分かるように事情を説明していただきたいのですが。ご無礼をお許しください、陛下。しかしまずは私たちだけで話をさせていただいて構わないでしょうか。何分久しぶりなものですので、詳しい事実関係などは後ほど必ず説明させていただきます。分かりました。皆様を会議室に案内して差し上げなさい。わかりました。マリアさん。マリアでいいと言ったでしょ。その代わり
私もフェイトと呼ばせてもらうわ。ああ、それは構わないけど、じゃあマリア、教えてくれ。一体何が起きているんだ。バンデンはどうして父さんをさらっていった。なぜ僕を狙う。僕が一体何だと言うんだ。慌てない、慌てない。とても一言では答えられないわよ。とにかく心して聞いて。その前に発言したんでしょ。どうだった。ああ、一度だけだがな。しかしあれは予想以上だぜ。こと破壊力だけならお前より断然上だな。記憶はどう。ないらしいぜ。そこだけ綺麗さっぱり抜け落ちてやがる。そう。一体何の話をしてるんだよ。慌てないでと言ったでしょ。今から説明するわ。そうそう、その前に最新情報があるの。もっとも楽しい話じゃないんだけどね。君の父親であるラインゴット博士がバンデーンに捕らえられている話は聞いているわよね。ああ。調査の結果、実は君の幼馴染も一緒に捕まっていることが分かったわ。なんだって。ヘルアから君と一緒に脱出した後に拿捕されたらしいのよね。ソフィアまで。くそ。しかしどうして父さんたちがバンデーンなんかに。やっぱり何も知らないのね、君は。だから一体何の話なんだよ。君の父親は禁じられた研究に手を出したのよ。禁じられた研究だって。ええ、銀河連邦法で禁じられている遺伝子操作生物兵器を研究し、それを完成させたの。父さんが。そんな話聞いたことないぞ。そんなこと話すわけがないでしょ。当事者以外では連邦上層部の一部しか知らない話なんだから。じゃあなんで君がそんなことを知ってるんだよ。私がその実験体の一人だからよ。だから私はあの人たちを許さない。そんな、父さんが。信じられないよ。それに君が実験体、それも兵器だなんて。だって君はどう見たって普通の女の子じゃないか。そう、あれがいいわ。今の、なんだよ。これが私がラインゴット博士たちの紋章遺伝子改造によって与えられた力。私は物質の性質をアレンジする能力を持ってるの。これでも普通の女の子に見える？なんで父さんがそんなことを。人ごとみたいに言うのね。え？改造されていたのは私だけじゃないわ。彼らは私より前に実験体1号を完成させていたの。私はいわば2号ってわけ。なんだよ。君がそうなのよ。なんだって。僕が実験体。君は一体何を言ってるんだ。父さんが僕にそんなことするわけないじゃないか。信じられないのも無理はないわ。まだ真の覚醒をしたわけではないし。だけど、なら説明してくれる？一体誰がどうやってバンデーンの戦闘艦を落としたの？なぜバンデーンは必要に君を、ラインゴットの関係者を狙うの？あの場にいた誰もが知っていることだわ。君以外の誰もがね。それは
認めたくないのはわかるわ。だけど真実は一つしかない。私は博士たちをバンデーンから奪い返し、なぜこんなことをしたのか、その理由を聞き出すわ。そのためにはフェイト、君の力が必要なの。私だけ、私一人ではできない。僕が平気だって？何をバカなことを。君にしても父親や幼馴染を助けるのに異論はないでしょ。大事な肉親だものね。ああ、それはそうだ。かけがえのない人たちだからね。わかった、協力しよう。そうと決まれば。あなたは。ま、聞かれたからといってどうってことはないからいいけどね。この星を出る艦はどうする？大丈夫。さっきはバンデーンの妨害を予想してわざと小型艦で来たんだから、ディプロ本艦は後から来る手はずになっているわ。あとはマリエッタがうまくやってくれるでしょう。用意周到だな。予想通りってわけか。だけどそうも言ってられないわよ。問題も山積みなんだから。そうだよ。だいたい本艦が来るのはいいけど、また別のバンデーン艦に妨害されるんじゃないのか。そうなのよね。軌道に乗る時間、転送に要する時間、ワープアウトが完了するまでの時間、トータル5分はかかるでしょうね。いくら本艦でも5分間もの時間バンデーン艦の攻撃に耐えるのはきついと思いますけど。そうね。理想を言えば地上からも何か牽制できるといいんだけど、まあこの惑星の文明レベルじゃどうしようもないことは分かってる。それでも何か手を考えないといけないわ。こいつは力の制御方法が分からねえしな。私自身も完全に力の制御ができるわけではないし、どちらにせよ不確定な要素を当てにすることはできないわね。ミラージュ、この惑星の兵器で最も強力かつ有効なものは何？バンデーンのシールドを破れなど無茶は言わないわ。こちらの兵力を誤解させられる程度の時間が稼げればいいの。そうですね。このシーハーツにある施術兵器が唯一の可能性を持っているかと思いますが。そうか。おい、リオンのあれはどうだ？サンダーアローのこと。ああそうだ。バンデーンの戦闘艦にどれだけの被害を与えることができるのかはわからないけど、ただ僕が知る限りあれがこの惑星で最も強力な兵器であることは間違いないと思う。それね、すぐに準備に取り掛かりましょう。でもまだ開発途中なんだ。現時点では実戦使用に耐えうるものじゃないよ。有効射程だっておそらく上空のバンデーン艦までは届かないだろうし、そもそもあれはこの国シーハーツの所有物であって僕らの自由に使えるものじゃないんだ。バンデーンってこの間の敵のこと？ああ、あれがまた現れるというんだね。まず間違いなく来るでしょうね。で、それに対抗するために我が国のサンダーアローを使いたいというんだね。まあそういうことな。わかった。私から陛下に話してみる。え、いいんですか？正直事情はよくわからないけど、ただまたあの星の船がこの地にやってくるとするならば、再び恐ろしい事態になることは間違いないわけだよ。それにね、あんたたち二人が信用に値する人物だと私は信じているから。ありがとう。どっちにしても陛下には事情を説明するって約束してたしな。そう簡単に信じてもらえないとは思うけどね。